クラリネットのためのソナタはアメリカの作曲家ジョン・ケイジが1933年に作曲した初期の作品である。この作品はケイジがリチャード・ビューリグに音楽を学んでいた1933年に制作され第1楽章は9月3日第2楽章は9月5日に作曲された。このソナタはリチャード・ビューリグに支持していたケイジが 他の作品と共にヘンリー・カウエルに送り、ニューミュージック誌に掲載してもらうように、ビューリグが説得したことで、ケイジにとって最も早く出版された作品となった。後にカウエルは、このソナタを、サンフランシスコのニューミュージック・ソサイティ・オブ・カリフォルニアのワークショップで演奏することを提案した。ケイジが到着すると、クラリネット奏者がこの曲を演奏できないことがわかり、ケイジは自分で、 ピアノで演奏することになった。ケージは、ロサンゼルスフィルハーモニックオーケストラのクラリネット奏者にもソナタを演奏させようとしたが、クラリネット奏者は美学的な理由で拒否したという。その後、ケージはいくつかの修正を加え、1963年に、ようやくケージの主な出版社であるエディションピータース、社からソナタが出版された。 初期の作品のいくつかを嫌っていた彼だが、晩年のインタビューによれば、このソナタを、とても面白いと考えていたようだ。このソナタは、変補管のクラリネットのために作曲された。ダイナミックス、アーティキュレーション、フレージングなどの表示はない。全体的なスタイルは、刑事研究者のジェームス・プリチェットの言葉を借りれば、半音快適で、リズム的に複雑で、非音律的である。 作品は全3楽章からなる。ビバーチェレントビバーチェ第一楽章は12音技法の影響を受けているが、その形式的な手順には縛られていない。厳密な意味での音列はないが、音楽は様々なメロディとリズムの断片の逆行型に基づいている。例えば、1から2小節目の内容が20から21小節目では同じリズムで逆行して提示され、 同様の対称性と変形が、学章全体に影響を与えている。これに対し、第2学章では、シェーンベルクの手法との関連性は薄いものの、渡る高の手法がより厳密に用いられている。第2学章では、本列の様々な形態が、原型、渡る高形、逆光型と連続して続くことから始まる。12から19小説は、 すでに使用された三つの形態それぞれの断片で埋め尽くされ逆光の半行で楽勝は終わる。最後の音は五小節目の音を繰り返しており、ここでは原型と渡る高形が重なっている。第三楽章は第一楽章の音程の正確な逆光形である。ありがとうございます。